そんな、セルが17号と18号を吸収して一気に完全体に。本当は違うんか？ええ、本来なら17号を吸収してから18号を。なんじゃい、結局吸収するんかい。それはそうなんですけど、セルは精神と時の部屋を使い、たった一日で強くなった父さんと俺を見て、時間があれば俺たちや悟空さんがもっと強くなると期待し、セルゲームの開催を決めたんです。こんなにすぐ完全体になってしまってはセルゲームを開催しようとも思わないでしょう。面倒じゃの、お前さんちょっくら行って姿見せてきたらどうじゃ。あの頃より強くなっとるじゃろうから、セルもその気になるんじゃないかの。そんな無茶苦茶な。っていうか、こんなに一気に変身しちゃったらクリリン君が結婚できなくなっちゃうんじゃない？そうなんでしょうか。そうよ、もう鈍いんだから。とにかくお仕事お仕事、今回のサポートはトランクスでいいわよね。はい、この歴史のことはよく知ってますから俺に任せてください。そうね、恋愛イベントには超疎いけど戦いの方は大丈夫よね。そっちはいいじゃないですか。もう、はいはい、じゃ、ま、気をつけて行ってくるんじゃぞ。俺は孫悟空の居場所を知りたいだけだ。教える気はないのか？貴様らの目的は孫悟空を殺すことだ。どこにいるか教えるわけがなかろう。では戦いの続きをするか。話したくなるのかな。17号の駒が本来より上がっています。もし今の17号がセルに吸収されたら恐ろしい強さになってしまうでしょう。敵が現れる前に17号にかけられた魔術を解いてください。お前でもピッコロでもいい。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し、ジャーナピッコロ。ピッコロさん、お前だけでも逃げない18号。17号は忠告を聞きそうだね。お前はどうする？16号、成功を確保する。戦うと決めたのだ。孫悟空と出会う前、
知知らずのバカがまた現れたか。何をしてるんだ16号。まさか戦うつもりなのか。それ以外に方法はない。本来生徒16号は互角の戦力、しかし今のセルは大幅にパワーアップ。ここは16号に協力してください。こんなに強かったのか16号のやつ。すごい。まだいたのか。逃げろと言ったはずだぞ18号。17号、今のうちだ。お前も逃げるんだ。とどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。うわあ。実にお見事です。お帰りなさい。お疲れ様です。無事歴史の改変を食い止めましたね。しかしこれでめでたしめでたしとはいかんだろう。え？あのあと結局セルは17号と18号を吸収して完全体になってしまったようじゃぞ。ええ。でもそれが本来の歴史の流れだから仕方ないわよ。それよりトワとミラがまだ姿を見せていないのが気になるわ。これで無事解決したとは思えないし、この歴史は引き続きチェックしていかないとね。それは俺に任せてください。あなたはひとまずゆっくり休んでください。お疲れ様でした。